そっかじくのことですおはようございます。ミスターまゆみさん、そして動画をご覧の皆様、えー、何のために仕事をするのかね、何でしょうね。前回の動画を見ていただいて、ミスターまゆみさんがね、非常に考えるところが多かったなということだったんですけども、私もね、同じように、いろんなことを考えながら仕事ってもの、お金を稼ぐってことに向き合っております。その中でね、私なりに出た回答があるんですよ。それはですね、えー、商品を受け取る、サービスを受け取る、まあ、いわゆるお客様のことを考えているかどうかってことなんですよ。 自分の生活費を稼ぐために仕方なく仕事に従事している人から商品やサービスを受け取りたいか、それともですね、いや、これむちゃくちゃ好きなんで、もうね、銭化に関係なくやらせてもらいます、みたいな人から商品やサービスを受け取りたいかってことです。昨日実は私はですね、えー、自分の持っているトランザムの修理をちょっとね、お願いに行ったんですよ。で、何件か行きました。そうするとですね、まる大手、 日本のトップ企業であるトヨタ自動車某大手じゃないですねトヨタのディーラーの方に相談を持ち掛けるといやちょっとできないですねって言われたんですよあの私でもできそうな簡単なことですよ持ってったらやらないって言われたんですよあらと思ってましたで町工場に持って行きましたああこれいい車っすねああぜひやらせてもらいますみたいな感じだったんですよ町工場ってのは当然その車が大好きな方が作った会社ですで従業員さんもね まあはっっきり言って自分と奥さんしかいないみたいなちっちゃい会社です車大好きなんですよでああすぐやらせてもらいますみたいな感じで1時間もしたらね工事終わったんですよまあそのぐらいの工事だと思ったんでねでいろいろ車もいじれて楽しかったってことを言われてましたけども最後にいくらですかって聞いたらえー、あーいやいやいやじゃあ2,000円みたいな感じでお金もらうつもりがなかったみたいなね口ぶりだったんですよねいやーでもね車が好きな人に車を見てもらうと本当にね親身になってくれますし楽しく作業してくれますね いや、良かったなと思いました。私、こっちも気持ちがいいですよね。でも、方たやですねあの、職場の一つとして、サラリーマンとして、まあ、いろいろ会社はあった、いろんな面接続けたけども、たまたま通ったトヨタ自動車に入りましたとかっていう方にお願いすると、まあ、塩、太陽と言いますか。辛いですね、太陽がね。うん。リスクを取れる、なんかね、やっぱりアメ車なんで、私が持ってったのはトランザムですから、トヨタ自動車では、どっちかって言ったら扱いたくない会社だと思うんですよ。でも、修理は簡単なんですよ。お伝えしてるんですよ。 リレーを入れ替えるだけですよと簡単ですよとやってくれないんですよこれリレーポッと抜いて新しいのをサッとはめるだけしかもリレーは私持ち込みなんですようんだからねはっきり言ってね誰でもできるっていうか私でもできるんですよまあ私はねあのこう体がちょっと入らなかったんであのボディの中に入らなかったんで作業お願いしようかなと思ったんですけどもいやいやこういう感じでございますさあ今日の動画のまとめとして自分が大好きなことをやるんだったらやればやるほど楽しいと仕事自体が癒しになるんですよ でも、好きでもないことをやるのっていうのは、仕事に行きたくないですね。苦痛ですね。楽しくないですね。ただ、お金がもらえるから仕方なく行ってるだけなんですよ。これがね、お金に支配されてるっていうことでございます。で、お金ではなくて、喜びに支配されたらどうでしょうか。楽しいことを自分が思いてみた結果うん、それに共感してくださる方がいて、で、お金も集まってくるみたいなことをね、求めていくのか、それとも、そういうことをせずに、自分の好き嫌い関係なく、仕事ってのは辛いもんだ、仕事ってのは大変なことがあって当たり前だっていうふうなね、旧世代の。 のなんかねえっ、ー、と農耕民族とかあの工場の勤務している、うん、なんかねそんないろんな形がありますよ好きな人ばっかりがやってるわけではないっていう職場も今でもありますでも我々が選ぶときに好きなことをやるのか好きでもないことをお金や生活費のためにやるのかってことをシンプルに考えたときに。 あなたはどちらって考えですよねどっちも正解です私はこっちを自分の意思で選んだんだからいいんだって方は文句言いませんただね、意に遭わずやってることにやっぱり自分の人生を無駄遣いしてることに気づくっていうのはすごく大事なことかなと思いますよね、えー、以上でございます